これからもこの地球に住み続け、発展し続けるために、私たちは今、変化を求められています。2020年10月、政府は2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにするカーボンニュートラルを目指すことを宣言しました。持続可能な社会の仕組みを作っていくために、私たちはそれぞれができるアクションを起こす必要があります。しかし、環境に優しい建物を新たに作ろうとしても、年間で新しく建設される建物は全建物のおよそ 2% に過ぎません。カーボンニュートラルの実現には、建物の大部分を占める既存の建物を環境に配慮した形にしていくことが必要なのです。そのために注目されているのは ZEB、ゼロエネルギービルディングです。エネルギーの消費を抑える省エネと、建物が自らエネルギーを作り出す総エネ。ZEB とは、これら2つを同時に実現することで、快適な室内環境を創出しながら、消費する年間のエネルギー収支をゼロにすることを目指した建物のことです。地球環境への配慮が行き届いた、これからの時代を先駆ける建物です。ZEB は、決して導入の難しいものではありません。建物それぞれのニーズに合わせ、最適なレベルのゼブを選ぶことができます。まずはできるところから、ゼブ化の一歩を歩み出しましょう。大成建設は数多くの新築建物でゼブ化に取り組んできました。これまで新築建物で培ったノウハウを既存の建物のリニューアルに応用、お客様のニーズに合わせゼブ化に向けた様々なご提案をすることができます。グリーンリニューアルゼブは、省エネを実現するだけのものではありません。再生建設には、建物を効率的に運用することで、地球環境への負荷を軽減しながら、人が過ごしやすい、ウェルネスにあふれた社会を作っていきたいというビジョンがあります。グリーンリニューアルは、このビジョンの実現を見据えて、6つの柱で構成されています。エネルギーの消費を抑えるだけでなく、自らエネルギーを作り出すことでカーボンニュートラルへと近づける、グリーンリニューアルの根幹を支える省エネ、総エネ、脱炭素。そして我慢してエネルギーの消費を抑えるのではなく、すべての人が生き生きと快適に過ごしながら省エネを実現するウェルネス、スマート化、安心という3つの柱。目指すのは、この建物で過ごしたいと思ってもらえるような環境を提供すること。再生建設は、そのための100のウェルネスレシピを持っています。これら6つの柱で実現する、誰も何者も取り残されない、人、建物、地球のウェルネスをもとに、グリーンリニューアルゼブは成り立っています。そんな再生建設のグリーンリニューアルゼブの一番の強み、それは、提案から竣工後のメンテナンスまでワンストップでできることです。ゼブ化の検討、設計、施工、運用まで一貫してリニューアルをサポートします。再生建設のグリーンリニューアルゼブでは、導入工事のために建物が長期間使用できなくなるということはありません。建物を使いながらでも改修が可能です。再生建設グループの施設でも、建物の利用を止めることなく工事を完了しました。リニューアルのノウハウが豊富な再生建設だからこそできる、お客様のニーズに合わせたプランをご提案いたします。ゼブ化は4つのレベルに分かれ、デルスによる認証を受けることができます。デルス認証は、第三者機関が格付け評価を行うため、メーカー独自の基準に比べ信頼度が高い評価制度です。環境に配慮した建物として社会的にアピールできるだけでなく、不動産価値の向上も期待できます。しかし、ZEBの機能を備えたとしても、建物を取り巻く環境が日々移り変わる中、適切な運用を行わなければ、ZEBの機能は十分な力を発揮することができません。導入した様々な技術がきちんとZEBを達成しているのか、そのためには使用状況を分析、レポートし、調整を行う継続的なサポートが必要となります。
そこでエネルギーサポートセンターがエネルギーの使用状況を分析、ゼブ達成度合いも見える化することで、計画された通りに運用されているかをチェックします。さらにエネルギーの使用状況をレポートにして月ごとにお知らせ、必要に応じて運用の改善策をご提案します。大成建設のエネルギーマネジメントシステムの導入で、建物が作った再生可能エネルギーを最大限活用することもできます。発電量と使用される電力量の予測から発電余剰電力量を算出、これをもとに余ったエネルギーの活用方法を含めた最適な運用計画を立案し、実行することが可能となります。建物設備の運用管理、保守点検もしっかり行っていきます。 IoT とクラウドの活用によるスマート化によって、設備機器の稼働状況などの情報を取得、取得したデータを建物の利用者や施設管理者で共有することで、維持管理の効率化と運用品質の向上を図ります。さらに弊社グループに運用管理、保守点検といった O&M サポートをお任せいただくことにより、建物が最適な状態を維持できるよう、適切な修繕のタイミングやリニューアルのご提案をすることが可能です。大成建設は建物が完成した後も継続的にお客様に寄り添い、建物の運用をサポートします。今ある大切な建物を使い続けながら、時代に合った建物にアップデートしていく持続可能な取り組み、それが大成建設がカーボンニュートラル実現のために提案するグリーンリニューアルゼブです。大成建設ならではの技術で、私たちはサステナブルな社会の実現にコミットしていきます。人々が豊かで文化的に暮らせるレジリエントな社会づくりに貢献する、進化し続けるザ・CDE キューブカンパニー、大成建設。